向こう。ここは通さぬ。悔しいな。ここは光れば。敵将、総覚を現状が討ち取った。ただ一人で私と対峙。だが、これで何をなすつもりだ。なぜなぜの戦ぶりだな。我が軍の者にもいい刺激となる。投石者が破壊されています。ふん、あの狼煙台から攻撃して先に制圧しておいた方がよかろう。平安方面に向かっている模様。また援軍を呼びに走ったか。阻止しておきたいところだが。悔しいな。ここは光れば。敵将、覚悟現状が討ち取った。光陵北の高台にて投石者の配置が完了。光陵へ投石攻撃を開始します。伝令、直の尾方が五軍に寝返り。光陵登場内で混乱が起きています。
動機だ。混乱に乗じて光陵登場を制圧するぞ。不死地に下った時、鼻をくくったわ。カオと戦い、これに認めてもらわねば。さあ、俺と勝負だ。覚悟しろ。中央門が開いたようだ。光陵正常に突入し、艦を撃つぞ。この地は過去を現状が制したぞ。現状が制したぞ。伝令、艦は爆城に入った模様。タコートン、曹操殿は息災か。貴様が生きている限り死にきれんぞ。確かに貴様の後ろには天下があるわ。貴殿の背後には愛者へと続く道がある。兄弟への義、天下に届く武、きっちり見せつけおって。最後まで気に入らんやつよ。終わったぞ、毛徳。大敵関羽は下降遁の手によって倒れた。柱を失った蜀は意気消沈し勢いを失った。慶州を得た呉は魏に借りを作った形となった。曹操は見事魏の優位を失わず時代への道筋をつけたのである。そして関羽の死から半年後、過酷な道を歩んできた曹操に平安の時が訪れようとしていた。慶州の多くは呉に帰したが、
これでごとは良好な関係を保てる。この間に職を打てば残った語はなすすべがあるまい。もうよかろう、そろそろ休め。うん、そうだな、そろそろ波動を降り、総猛徳という人間に戻るとしよう。長い間ご苦労だった。礼を言う。何を言っている。天意、ようやく詫びることができる。過去へ、すまなかった。曹操は言った。後を継いだ曹丕は官邸に対して位を譲るように迫る。帝にこうする術があるはずもなく、ここに義帝が誕生した。曹操が最後まで守り通した官邸をあっけなく廃した曹丕。これは父の世との決別を表すのか、それとも天下の誰もが曹丕の真意を測りかねていた。忠達、禅譲の件大義である。